皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。本日はこちらのレンマ・マリスコの新しいお財布、コードワのマリスコをご紹介します。はい、お願いします。お願いします。はい、それではレンマのコードワでできたマリスコをご紹介いたします。こちらコードワで、あの馬の皮でできたマリスコになります。すごい光沢ありますね。はい、そうなんです。こちらのコードバンっていう革なんですけれども、馬のお尻の革を使っておりまして、その希少性が高かったりして、あの革の宝石であったり革のダイヤモンドと呼ばれているような、すごく貴重な革を贅沢に使ったお財布でございます。なるほど。と裏側はダービーレザーを使っておりまして、型押しされた牛革を使っております。なんか傷が目立ちにくそうでいいですね。あ、そうですね、ダービーレザーは傷が目立たないような加工がされておりまして、あとは水にも強い革でございます。はい、で表のコードバンの方の革なんですけれども、はい、こちらの革は新コードバンと呼ばれる革を使っておりまして、靴とかにも使われているすごく丈夫な革でございます。なるほど。でこの新コードバンと呼ばれる革なんですけれども、染料で染め上げておりまして、オイルとワックスで仕上げたものになります。普通のオイルコードバンに比べてワックスとオイルを多く含んでいるので、曲げても面が荒れにくくなっております。確かによく曲がるところでもこうひび割れとかも なさそうですね。はい、そうなんです。シワがつきにくい上にしなやかで柔らかい質感になっております。なるほど。あとこちらですね、使っていくと経年変化も起こりまして、コードバン特有の重厚なエイジングを楽しむこともできます。お色展開なんですけれども、はい、ネイビー、バーガンディー、ブラックの3色展開でなっております。なるほど。内装はそれぞれのお色で変わるんですか？はい、裏側のお色も基本的には表と同じお色で作られております。詳しくあの商品ページをご覧ください。はい、ありがとうございます。はい、こちらの財布容量なんですけれども、お札がここに差し込んでいただいて10枚程度入ります。コインの方はこちらですね、ポケットがあるのでこちらに20枚程度入ります。コインもしっかり入りますね。はい、コインもしっかり入りますし、あとマチが広いので見やすく取り出しやすい構造になっております。なるほど。あとカードのポケットの方が1,2,3,4つございまして、8枚程度収納できるお財布となっております。はい、では詳しい商品情報は概要欄にございますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。